今日はこれね、アジのお刺身作っていきたいと思います。で、用意するものはアジと生姜。生姜ね、これね、色悪く見えるんですけど、国産の生姜って色悪いんですよね。これ高知県産と、まあすだちと、あとこれね、わかめ、そしてまあアジさばいていきます。で、今回は姿作り、なんかよく骨が持ってあるお刺身あるでしょ、あれにしようかと思うんで、ちょっとそれ用にさばいていこうかと思います。まあまずアジはね、基本鱗が取れちゃってる場合多いんですけど、鮮度いいと結構鱗残ってるんで、こうやって鱗取ってあげます。で、ここにね、このゼーゴ、これゼーゴって言うんですよ。ゼーゴをこう包丁で最初に取ってあげると。別にね、これ正直ね、取らなくても皮むけるんですけど、なんかまあまな板にこの破片とかが残ったりして、結構洗うのが面倒なんで、最初に取っちゃった方がいいのかななんて気がしますね。で、こう剥いていくんですけど、剥くときにここがね、なるべく皮が、まあここちょっと剥げちゃうのはしょうがないんですけど、なるべく剥げないようにして剥いてあげた方が仕上がりは綺麗ですね。で、これ全をずっとここまでつながってるんで、ここまでね、ここまで剥いてあげます。はい、こんな感じです。裏側も同じようにやっていきます。で、まあ、アジは、だいたいね、全国どこでも取れるんですけど、鹿児島と淡路、この辺はいい値段しますね。まあ、物もいいんですけど、これね、理由があって、釣りアジなんですよ。釣りアジっていうのは、網で取ったんではなくて、もう、針で釣ってるアジなんですよね。これなんで釣りアジ高いかっていうと、アジってね、回遊するアジとこうセミネツカアジがいて、セミネツカアジの方が脂が乗るんですよ。なんで、まあでセミネツク、まあ岩場に住むから網じゃ取れないっていうので釣りで取ってるんですよね。なんで、まあ釣ってるアジの方が高いですね。あと、まあ網で取らない分、その魚同士がぶつからなくて傷がつきにくいっていう理由もあったりして、物がいいですね、釣り味の方が。で、頭からこう包丁入れて、このへそを押さえて、そうすると、まあこう内臓が出てくるんで、あ、これ白子が入ってますね。で、この内臓を水で洗います。はい、で、内臓はもうささっと洗ってって感じですね。これ白子入ってるんですけど、まあ、取ってあげて、で、ここに血合いがあるんですよ、この膜の下に。これこの血合いをきれいに洗ってあげる。まあ歯ブラシなんか使ってもいいんですけど、足ぐらいになる手でね、ささっと洗っちゃえるんじゃないかなと。で、まあ洗ったら最後ここにエラが残ってるんで、エラこうやって指で簡単に外れるんで、エラ取ってあげて、でここも軽く洗ってあげると。まあ、そうすると綺麗になるんで、はい、こんな感じです。はい、で、アジ洗ったら水気拭き取ってあげて、ここから3枚におろしていきます。まあ普通に腹からおろして。で、背に入れてって感じですね。まあ、こんな感じで腹に入れて、今度背に入れて、
でね、あんまり力入れすぎない方が魚って綺麗におろせますね。で、普通ここで身切り離しちゃうんですけど、これ頭が残ってるんで、ここで切り離しちゃうと反対側をおろしづらいんで、頭つきだからこの身を外さないで反対側の身今度おろしていきますね。まあ、姿作りにする場合は大体そうやることが多いですかね。この頭で段差ができるとおろしづらくなっちゃうんで、ね、こんな感じですね。で、あ、真ん中まで包丁入ったら最後身を切り離してあげると。こんな感じですね。こんな感じでよく見るアジの姿作りの骨が残ると思うんで、で、最初にね、まあ最後でもいいんですけど、骨はね、ここね、ここに串一本入れてある。まあこういう形にする人もいるんですけど、ここはねこっち入れて、でここから一回こうひねって、で頭に刺してあげる。まあ、そうするとこういう形にちょっと動きがあっていいかななんて思ってたりしますんで、とりあえずこれはこれで取っておきますね。で今度身なんですけど、身は、まあ、腹骨書いてあげて、で骨を抜いてあげると。感じで腹骨を描いて、でここのね、ここの膜、これ残す人いるんですけど、まあ、こっち骨ないんでね、僕はねここもねしっかり描いてあげた方がいいんじゃないかななんて思ったりしますね。はい、こんな感じです。で骨を抜いてあげると。まあ、骨抜くときはこう頭側に引っ張ってってあげれば簡単に抜けるんで、こんな感じですね。で、まあ骨残ってないか確認してあげて、もう片方の身も骨抜いていくと。で、ね、骨抜くときはね、こう骨持ったらここをね両サイド押さえてあげた方が身が割れにくいんで、こうやって抜いてあげてください。残ってないか確認したら、アジの身、あと皮引いてお刺身にするだけっていう状態ですね。はい、そしたらアジのお刺身作っていきますとね。でまあ器用意して、さっき作ったアジの頭盛り付けてあげて、でここから盛り付けていきましょうと。なのでわかめかなんかね敷いてあげて、でこの骨のね内臓の入ったところに持ってあげると収まりがいいんで、持ってあげてください。はい、であと魔法バカなんかねこう添えてあげて、でここにお刺身持っていきましょうよとね。アジの皮はこうね、ここ持って包丁でこうビッてやると簡単に剥けるんで、でこうきっかけ作ったら包丁のねこれ背中側ね、背中側で背中側をまな板に押し付けるようにして引いてあげると、こうやって簡単に剥けるんで、こんな感じですね。反対側もこう
こうやってきっかけ作って、で剥いていくと。でね、刺身で切るときはね、この頭のこの向きに合わせて切ってあげるんです。で、基本尻尾から切ってあげる。でまあ尻尾の一番端はね、筋が多いんで切り捨てちゃって構わないんで、でこっからこの角度に合わせてこう切っていく感じですね。こうやって切って、でまあこれ別に入れなくてもいいですけど、包丁入れてこんな感じで盛り付けてあげると。はい、こんな感じですね。でまあこんな感じで、でまあ最初にいくつに切るかをね、なんとなく決めておくと、こう頭のところで半端が出にくい、なんか頭のとこだけ大きくなったりちっちゃくなったりどうしてもするんで、最初に4切れぐらいに切ろうとか決めてあげた方がいいですよね。まあ盛り付けはまあ特にはコツとかはないんで、もう気分で盛ってあげてください。なるべく綺麗な方が喜ばれるかなって感じではありますけど。はい、で、お刺身盛れたら、まあ、最後ね、薬味ね、まあアジとかね、光り物は生姜が結構臭みを消してくれるんで、生姜がいいのかなと思うんですけど。で、まあ皮むいて、まあ、僕は包丁でむいちゃいますけど、スプーンでむいた方がこの薄くむけるんでロスは少ないかもしれない。で、まあ生姜が結構硬いんで、こう包丁でやると気をつけた方がいいですね。まあ最後土とかついてるんで軽く洗ってあげて、でここから切っていきますと。はい、でまあ軽く洗ってあげて、まあ、今回はね針生姜じゃないんですけど、まあこのまますりおろしてもいいんですけど、まあ針生姜の方が香りも食感もあっていいのかなと思うんで、今回はねこう薄くむいて、で細く切って添えようかなと思います。こんなもんかな。でまあ薄く切って、で、でこうやって、はい、でまあ最後にすだちね、すだちも添えてあげて。結構ね、あんまりイメージないと思うんですけど、青魚と柑橘って合うんですよね。っていうかな、青魚の臭みを消してくれるで、すだちとかレモンとかでもいいと思うんですよね。まあみかんはちょっと甘いんであれですけど、すだちかレモンか添えてあげると食べやすいんじゃないかななんて思ったりしますね。はい、これで味の姿作り完成です。